私たちの会社名は株式会社アマダホールディング。私たちは機械関係の開発と製造、そして販売とサービスということで、世界に機械の販売を展開しております。私は1984年にアマダに入社し、プレスの販売、海外販売から始まりました。その後、ここの ASEAN の地域でアマダのプレス、板金、バンド層という機械を担いまして、その後アメリカへの転勤と、これからまた本社で経営関係とかグループ関係を勉強しながら、また今回アジアの今後の拡大に向けてアジアに赴任することになりました。タイランド 4.0 ということで、タイの政府の方からこれからの工業界に対する明確な方向性というのが打ち出されたなというふうに感じております。その大きな特徴としては、やはりデジタルという、これからの IoT の技術を持って生産をしっかり管理をしていこうということと、もう一つは自動化というテーマに沿って、政府がですね、きちんとした工業界の今後という方向性を出してくれました。その関係で現在お客様と話しておりましても、デジタルを活用した生産、それから管理、そして最適な生産方法を分析するというデジタルの活用と自動化の話が非常に私たちにも多く入ってきております。私たちはまだもデジタル化と自動化ということでものづくりを考えてきた会社なので、このタイの方針に沿ってですね、これからもお客様と話し、そして工業界の発展に担っていければというふうに考えております。タイはですね、皆様お客様が20時間または24時間ということで、国内での生産ばかりでなく輸出というボリュームを持って生産をしております。そういう中で生産性というのは非常に大切なことなんですけれども、その生産性に対しては一つの製品だけじゃなくて、いろいろな製品をうまく組み合わせて作っていくという段取りとか、それからどの機械をどのように活用していくというものを、先ほど話に出ましたデジタルの分析を通してですね、世界に勝てるものづくり、そして段取り時間を削減した最高の生産性ということに、この先ほどのタイランド 4.0 というのが方向性を向けておると思いますし、そういう形に沿ったこれからの新しいテクノロジーで生産性を上げていくことは可能ではないかというふうに考えています。今 ASEAN の各国は非常に発展しておりますが、その中でもタイは自動車に関わらずいろんな産業が非常に発展してきている。そしてタイのメタレックスは、このタイのお客様だけじゃなくて周辺の国からも多くの誘客ということができるということで、私どもはタイメタレックスに今毎年参加をしております。私たちのお客様でもここのタイばかりでなしに、ベトナム、それからカンボジア、ラオス、ミャンマーと、これからのタイからの拡大ということでお仕事をなさっているお客様も多くいらっしゃいますので、その一つの私たちは拠点としてこのタイから情報を発信するということで、このタイメタレックスに参加させていただいています。今回のメタレックス2018では、私たちは新しいレーザーと、パンチングのコンビネーションの技術、それから、ベンディングでは金型の自動交換、そしてレーザーでの溶接、さらにはサーボ技術でのベンディングとスタンピングプレスというものをお見せしたいと思っております。今回全体的なトータルソリューションをお見せしますが、特に新しいファイバーレーザーとパンチングの複合加工機を今回タイに持ってまいりました。その複合加工機での自動化の進め方ということで、金型自動交換システム、そして棚までにつながるというコンセプトで皆さんにはお見せしたいというふうに考えています。それから全体をつなぐデジタルのコントロールということで、アマダはマイ V ファクトリーというすべての機械をデジタルでコントロールするという形での、デジタルで見せるという商品をお見せしたいというふうに考えております。はい、今回アマダでは新しく開発しましたレーザーのエンシスを発表いたします。このエンシスはアマダが機械のみならず NC の制御、そしてレーザーの発信機まで総合的に開発している中で、レーザー発信機の光をですね、
その途中で可変していくという新しいビームコントローラーという機能をつけた特別な機械です。この新しい機械でですね、さらにエコで、さらにパワーのあるレーザーを皆様にご覧いただきたいと思っております。今年のタイメタレックス2018では、私たちアマダはレーザー、オートメーション、そしてデジタル、この3つのキーワードでトータルソリューションというものを表現したいと思って出展機を決めました。今レーザーにおいてはファイバーというものの技術が大変進んでおります。このものがやはり生産性にも、それからコストにも、それから環境にも優しいということでですね、レーザーの技術をいかに広めていくか、そしてアマダなりの差別化した技術をどこにあるかというものを表現していきたい。でその加工技術の元になることだけじゃなしに、それをソフトのデジタル化ということで全工程を使う。レーザーのみならず次のベンディング、ロボット、そして溶接までという形で、今回はデジタルでの管理というのをお見せしたいということを考えております。そしてそれを総合提案ということでですね、小ロットの生産性だけじゃなしに、大量に生産する場合、物の大きさが違う場合、リターツが違う場合という、いろいろなお客様の、ご要望に応えられるように、機種を選んで出展をさせていただきたいと思っています。